どうもミスタードライです。ということで今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。まさかの OB 第2弾がやってきましたんでね、動画撮っていきたいと思います。いやー、まさかまさかですよ。 OB 第2弾ね、年末まで来ないんじゃないかなと思っとったんですけれども、しかもこれメンツえげつないんですよね。ちょっとね、後で詳しく見ていこうと思うんですけれども、いや、これはちょっと皆さん回すしかないんじゃないでしょうかっていうぐらい激アツなメンツでございます。さらにね、10レースランク無料プレゼントスカウトおかわりですね、こちらもありますして、ターニングポイントですね、このイベント結構好きな人多いし、エナジーバックもね、まあまあ大きいんで、このイベントもね、かなりいいかなと思っておりますんで、早速ね、動画の方撮っていきたいと思います。それでは選手見ていきましょう。はい、ということでまずヤクルトから見ていきたいと思います。ヤクルトスワローズペタジーニさんでございます。こちらの方ミートパワー A でミパ A 同値可能ですね。しかもファースト適正も C ありまして、今回から広角がついてるんですよね。いや、これかなりでかいんじゃないですか。パワーヒッ広角なんで、まあ、パワーヒッターでもこんだけ能力高かったらかなり強いと思いますんで、いや、もうこれヤクルト純正とかめちゃくちゃ必須やと思います。はい、続いて阪神タイガース田淵さんでございます。これやってきましたね。これが1番か2番目に目玉になってくるんじゃないかなと思っておりますけれども、まずミートが称号でね A 乗りまして、パワーも A ありますと。しかも弾道アーティストの保守適性 B ですね。まあ、保守適性 B 以上あって弾道アーティストの選手って野村克也さんと田淵さんだけなんですけれども、ほんまにねこの2人は最強でございます。超アーティスト存在感保守ということで、まあ、野村克也さんと田淵さんがもう最強のキャッチャーと言われていますんで、皆さんのねもうこれはほんまに12球団必須です。はい、続きましてジャイアンツ高橋由伸さんですね。いや、写真かっこよすぎんか、これほんまに。今年ね、高橋由伸さん来ないかなと思っとてスピ解放した人いっぱいおると思うんですけれども、まさかの登場でございます。弾道アーティスト、ミパ、A 同値。で、ライト適性もね、特殊で A 乗りますということで、守備も最強、バッティングも最強、しかも広角アーチです。もう文句なしですね。ライト最強は高橋由伸さんです。皆さん獲得しましょう。はい、続いてカープ、津田さんでございます。こちらの方がね、9位 A ということで、球種がね、3つしかないんで、リアタイは絶望的な投手となっております。まあ、リーグ向きですね。で、伸び対ピンチ投手ということで、うん、まあ、カープ純正以外はね、ちょっと厳しいかなといった感じはあります。はい、続いてドラゴンズ、パウエルさん来ました。アロンゾ・パウエルですね。こちら、ミート A、パワー B ということで、ラインドライブなんですよ。で、裏捨てもね、そこまで悪くなくて、広角アベヒの弾道ラインドライブということで、使用感抜群でございます。まあ、中日純正の方はね、かなり欲しい人多いと思いますんで、まあ、僕もね、全シリーズ極みで持っていますんで、当たったら継承していきたいと思います。続いて横浜、森田さんでございます。こちらのがね、9位が総合で A 乗りますと。で、球種がねちょっと厳しいんですけれども、高速シュートありますんで、頑張ったら参るかなといった感じでございます。キレ対ピンチ、まあリーグ向きですね。はい、続いてオリックス岩隈さんでございます。オリックスに岩隈さんおったんやっていう感じで、ほんまにちょっと結構意外なんですけれども、やっぱり楽天のイメージ強いですよね。で、球威、制球、スタミナ全て A 可能ですといった感じですね。で、スライダーとツーシーム持っていますんで、まあ、リアでもねまあまあ強いです。しかも超コントロールに対ピンチありますんで、リア台全然悪くないですね。はい、ということでこれ23歳の時の岩隈さんか、めちゃくちゃ若いな。はい、続きましてロッテディアズさんでございます。こちらの方がミパ A 同値が可能の選手となっておりまして、まあ、守備適性がねちょっと厳しいんですけども、キャッチャー適性あるんですよ。これ結構珍しい。外国人キャッチャーで NTB ってね、アリエル・マルティネスとこのディアズさん、この2人が有名ですけれども、超パワーヒッターにプルヒッターということで、まあ、ちょっとねキャッチャー適性あるとはいえちょっと厳しいかなといった感じはあります。はい、続きまして楽天有目さんでございます。こちらの方もね、まあ、前回から結構有名なピッチャーとなっておりまして、このスライダー2種ですね、まあ、高梨さん的な存在といった感じでございます。でもね、タイピンチがありませんので、まあ、高梨さんに比べたらちょっと弱いですけれども、ワンポイントやったら結構前ます。はい、続きましてソフトバンク川崎さんでございます。なんか今回の OB 結構画質全員よく感じるんやけど、ほんでこの片目だけ影なんかめっちゃかっこいい。はい、弾道低弾道なんですけれども、ミートと走力の A 同値可能、しかも守備適性が高くて超チャンスメーカーということで、ソフトバンク純正の方、川崎ファンの方は取るべきなんじゃないでしょうか。はい、続きまして日本ハム田村さんでございます。日本ハムもね、赤いユニフォーム時代があったんやなといった感じですけれども、ミートとパワーこれ同値が確か可能ですね。そして保守適性が特殊で B 乗りますと。結構ね、強いんじゃないですか。日本ハム純正の方はかなり欲しい人多いかなと思います。はい、続きましてラスト、石毛さんでございます。もうこちらも西武のレジェンド中のレジェンドの選手でございますけれども、弾道がラインドライブのショートといった感じで、超広角なんですよ。これね、結構強いですよ。ショート適性が C あって、超広角のラインドライブ、かなりレアな特殊能力となっていますんで、欲しい人も多いんじゃないかなと思っております。
はい、ということで12名見ていったんですけれども、もうめちゃくちゃ激アツですね。もう狙いの選手は田淵さん、高橋由伸さん、アロンゾ・パウエル、あ、この3人をね狙って回していこうと思います。ということで無料10連からまずいきましょうか。はい、ということでまずはね無料10連おかわりいただきたいと思います。最近ね OB の神引きが止まらないミスタードライなんですけれども、もうここでも神引きしちゃいますよ。まあこれね、もう多分30年目で高橋由伸、田淵さん、パウエルさんも出る気しかしていません。ということでまず運試しのおかわりいきましょう。はい、まず満月いいスタートでございます。まあここでの狙いの選手はね、まあ、自チームの S ランクとか、まあ、柳田さんとか、まあ、あと高梨ビエイラ、この2人が欲しいですね。で今年選択契約書がねどうやらワンチャン来ないんじゃないかなとも言われていますんで、まあ、もしねここでビエイラさんとか高梨さん手に入れれればめちゃめちゃでかいなといった感じでございます。さあ調子くんがしっかりと笑っていく。さあここで誰が出るのか、2倍引きとかもしちゃって全然いいですよ。いやー、高橋由伸さんと田淵さんがまさか OB 第2弾で来るとは、いや思いませんでしたよほんまに。ということでまずはおかわりいただきます。ドーン、リベンジありがとうございます。まあかぶりですけれども、まあここで運を使わなかったということで、こちらの方でね運を使っていこうかなと思います。まあとりあえず30連ですね。で今回ボーナスもついていますんで、まずターニングポイントの累計終わらしてからね、まあ、追加するなら追加していこうかなと思います。ではね狙いの3名を狙って回していきましょう。OB はね30年目以内にどっかで出てくれたらめちゃめちゃでかいですね。レッツゴーからの、まあ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 、いやマジ最近の僕の引きやったら30年目以内に誰が狙いの選手来ても全然おかしくないですよ。まあ、あとは A ランクが欲しいかな。高橋由伸さんは当たったら即極みなんですけど、田淵さんね A ランク僕1枚か2枚しか持ってないんで、まあ、そこの A ランクちょっと欲しいかなといった感じでございます。太田パウエルさんの B ランク、まあ、出だしは悪くないですよ。あかん、 A ランク全然来えへん今日やばい。さすがに神引きの中で止まったか。さあラストお願い。あーマジか、こういうところでね OB を引かないとボーナスが稼げないんですよ。ちなみに A ランクは 30%、 S ランク 50% といった感じでございます。それでは運命の20年目いきたいと思います。いやほんまに頼むで、まず満月ナイス。いやー頼む、ほんまに確定外から A ランクの OB だけでもいいから出てくれ、ほんまお願いします。いや今回の OB 第2弾ちょっと皆さん回す人多いんじゃないですか。でターニングポイントもかなりね激アツになるんじゃないかなと予想していますんで、皆さんねランキング走る方頑張って走っていきましょう。あかん、確定外の A ランクも1個も来やんねんけど、やばい今日爆死の日かもしらん。なんでだ、なんか俺悪いことしたか最近。お、あーマジか、ラスト 30%。 待て、ロメロはめちゃめちゃ嬉しい。これ中日純正からしたら限界突破コーチと一緒よこれ。え、マジか、これは嬉しいわ、ありがとう。はい、ということで30年目いきましょうか。いやマジでここで田淵、高橋由伸、パウエル、まあ、この誰か来たらマジで神です。でどっちかいうと高橋由伸さんが欲しいかな、パウエルさんと。田淵さんはね、まあ、僕野村克也さん持ってるんで最悪スピ解放で我慢しようかなといった感じでございます。それではいきましょう、30年目、お願いしますほんまに。オッケーオッケーオッケー、満月いいよ。マジで最近のミスタードライやったら絶対ここで引けます。自分を信じます。 I can do it。 絶好調ナイス、 OK、 2枚引きあるよ、よし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 。絶好調からのレインボー、これでここで青まで行って笑ったら2枚引きです。もう2枚引いちゃってもいいよ狙いの選手、頼む。青いかんかな、うわマジか、2枚引き際い、頼む。あかん、打てへんわ。とりあえず笑ってくれ、2枚引きワンチャンある、笑え、おらおらおら、ワンチャンワンチャン。おお、 OB 来ない、ちょっと待てよ、カモン。なんでやねん、 OB の A ランク、おっじゃあ OB の S ランク、いや喜んでいいけども、ディアズさんありがとうございます。うん、喜んでいいぞこれは、マジでナイス。89ということで最後の確定いきましょう、マジで頼む。ここで神引きできなかったら最近の神会は一旦終了ですね、お願いします。